はい、というわけで、はい、落ち着いてエンディングトークのお時間に移りたいと思います。はい、ですね、S ボイスの定期ライブが毎月毎月、グループでやってたんですけど、はい、ちょっと今回ね、しばらくお休みというか不定期のライブになる形になってます。はい、まとまらなかったです。はい、毎月やってた定期ライブが今回で最後です。はい、というわけで、まあ個人での活動はいろいろ今後もやっていくので、まあ、おのおのツイッターをねやってたりするので、うん、情報チェックしてもらえたら嬉しいなと思います。お願いします。お願いします。お願いします。直近のお知らせとしましては、毎月、最終水曜日、最終水曜日に FM 西東京さんで、はい、S ボイスメンバーが出演しているラジオドラマ鳥の国の春子リバースを毎月1放送しております。はい、はい、それだ。ただね、今月の分はねちょっとねもう放送しちゃったんですよね。そうそうそう、ちょっと事情で、いつも最終なんですけど、大人の事情で、大人の事情で最終の1話から聞きたい人ってどうしたらいいですか。1話から聞きたい人どうしたらいいですか。それは今後に期待ですか。今後に期待ですね。はい、ありがとうございます。今しばらくお待ちください。はい、一応ドラマ CD 化決定してるんで。そうだね、そうなんですよ。そうなんですよね。ちょっとまだ、詳細とか詳しいところが決まってない部分もあるので、ただありがとう。そう、鳥の国の春子のドラマ CD 販売が決定してまして、ちょっとそちらも今進行はさせているので、うん、はい、気を長くお待ちいただけると幸いです。何か作るって時間かかるんだ。何か作るって時間かかるんだ。それだけか。はい、というわけでですね、じゃあ、ね、物販のお知らせ先に出しとこうか。そう、あのね、そんなに気合い入れてなんで私この格好しとんねんって。まあこれもちろんなんだけど、あのね、ジャケット写真、私ツイッターで今日朝に公開したんだけど、っていうのが今日私のオリジナル曲大阪流応援歌、CD 物販として1枚1000円で販売しております。購入特典数量限定なのでお早めに、ということでありがとうございます。はい、ちょうど戻ってこれた。はい、というわけで、私も今後のお知らせを一つ、ですね、チラシを受付の方に置かせてもらってるんですけど、はい、また終演後に皆様にお配りできたらなと思います。7月の21日から24日木曜日から日曜日まで、ジョーカーハウスという演劇ユニットで舞台に立ちます。はい、ありがとうございます。というタイトルの舞台なんですけど、ボーイズゲーム、ガールズゲームと2バージョンありまして、私はどっちにも出てます。で、まだちょっと詳細は分からぬのですが、ガールズゲームだとよく喋る役が来て、ボーイズゲームだと多分歌を歌います。おこんな感じになってますので、ぜひぜひ興味があるなっていう人はチラシ受け取ってほしいし、ツイッターとかで、いけるよっていう連絡もらえれば嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ヒーローがいっぱいしね。違うから。ヒーローコレクションのためにあれちゃんのために。はい、そんな感じですね。お優しさってやつで他にあるかな。他が何かんだ他は、ま、なんかね、一回下がって持ってきた風だったけど、ちょっと水飲んだだけ。そうそう、水飲みに行っただけ。すいませんね、なんかなんですぐネタバラしてるんだね。みんなすぐ言いたがるよね、そういうこと。喉乾いた。あ、みんな正直